聖国戦九9 2は、千葉暁作のロボットファンタジー小説。もともとは、青の騎士ベルゼルが物語に続く、振動者のオリジナル企画で、雑誌、獅子王に連載された、イラストストーリー、狩猟期1092を原型とする。この作品は、畑池博之とは、ママサノリの二人により、全6話が連載された後、文庫化にあたって、千葉暁に交代したという経緯を持つ。 作者が属している、振動者のメディアミックス企画、ワースプロジェクトの中核をなす小説シリーズである。後書きでしばしば述べられている通り、当初は上下2巻で完結する予定であったが、構想が膨らみ20年以上続く、大河シリーズとなっている。物語は、アハーンと呼ばれる、中世風ファンタジー世界を舞台にしている。アハーンには、巨大ロボット型魔導兵器、 ミサオ兵が超古代から存在しており、ストーリーはこのミサオ兵にまつわる神話や伝説を扱ったヒロイックファンタジーとなっている。同じ作者の聖国軍流伝が1000キロ万色が強いため、ジャンルとしては差別化が図られている。この世界では聖国歴を使うが、シリーズ名の聖国1092は主役機の機体番号であり、年代を表すものではない。フェンはさらわれた。 リムリアを救い出すため、ニキバシュマールと共に村を出る。創作の旅の中で、占い師の少女呪霊や美青年の剣士クリシュナ、聖騎士ガルーンなどといった仲間たちと出会い、やがて、伝法師たちの組織、聖火八門、そして八の聖国に絡んだ神々の戦いという、大きな運命に巻き込まれていく。アハーン大陸中原、ダマスタ国の北外れにある、 カロウナ村に暮らす修行像フェンは、父の残した、小ミサオ兵、ニキバシュマールを買って、外の世界に飛び出すことばかり無双する、アクタレ小僧だった。退屈ながら平穏な日々を送っていた、収穫祭の夜、傭兵がシュガルのミサオ兵隊が村を襲い、獲物として、フェンの幼馴染みで、ラマス競争分子艦長の娘である、リムリアをさらへ連れ去っていった。リムリアの父であり、 フェンの死でもあるハラハバルマーは、リムリアの生い立ちについて語り、フェンにリムリアを守るよう依頼し、ニキバシュマールと共に旅立たせたのだった。そのリムリアが連れて行かれたのは、ダマスタの北にあるウルオゴナの首都デュラファーン。そこで、リムリアは、自分をさらうようガシュガルに依頼した連邦師、風の門、ゾマから、自身の正体、16年前に、ウルオゴナに滅ぼされた宝丹王家の唯一の、 生き残りである、リムリア・ラフト、メネス王女その人であることを教えられる。ガシュガルの情報を追いながらフェンは立ち寄った同社の町で、養母、マサリーへと死別したばかりのジュレミーと出会う。二人で行った宿や剣酒場でのいざこざを通じ、武者修行中のダマスタ国騎士で、銀の貴公子として知られる、未成年、クリシュナ・ラプトゥとも知り合い、そこから行動を共にする。フェン、クリシュナ、 ジュレの三人は旅を続けるうちうルオモーナが、ダマスタ侵攻を計画していることを知り、それぞれの故郷へと向かうのだが、その深度にある難所、風の巣で、連邦誌、火のモンバルサの襲撃を受ける。その戦いの中、それまでは全く普通のミサオ兵だと思われてい、ニキバシュマールが覚醒、クリシュナのアイアビル・ーパに命じて、ジュレと共に避難させた後、 バシュマールとフェンは巨大な竜巻に巻き上げられ、大陸北部、アレビスにある、カッチャラな山まで飛ばされる。バルサの攻撃で重傷を負っていたフェンは、そこで、聖国騎士団前団長ラドークランドに助けられる。そこに聖国騎士団南部方面隊、赤龍騎士団所属の聖騎士、カルンストラがラドーの騎士団復帰を願ってやってくる。 ガルンが勝てば素直に山を降りるとの約束で毎日、ラド道とガルンは決闘を重ねるものの、フェンと共に稽古を受けるようなものであった。何回目かの稽古の際、ラド道は背中に何者かの放った氷の葉を受け致命傷を覆う。それを放ったのは、その日ガルンが一緒に連れてきた、法王朝所属の派遣士、ラモンテグドスこと水の門シーターであった。ラド道は死の間際、 ガルンに、聖剣、プレ、バースキンを譲り渡す。フェンとガルンの二人は、シーターと戦って勝利するのだが、ウルオゴナとの戦いのため国国ダマスタに帰還した、クリシュナであったが、宮廷内では、権力争いばかりで、民のことを考えない面々に失望し、親族内では、祖父の背筋主義的な行動にも辟易するものの、祖父の用意した軍備で出陣する。フェン、ガルン、 クリシュナ、ジュレの4人は、ガルンの故郷に足を踏み入れ、東方西部地区のヒゼキアを中心にした動乱の物語。クリシュナがフェンやジュレに対して抱いた劣等感から仲間を抜け、葛藤しながらアビアルタシャールに乗り、戦うことになる。最終章。大師ダムダーラの手足となって暗躍する8人の連邦師。各門の門主ではなく、ダムダーラの完全な士兵である。 いずれも実力はかなり上位の術者であり、連邦士団の地位において、第15海底以上の連邦士で構成される。趣味サオ兵も強力な古ミサオ兵を持ち出している。戦士文明の英知で作られ、古来より大陸において巨大な武具として扱われてきた鋼の巨人。全身を鎧で覆った身長、約2リート弱の機械巨人というのが一般的認識である。 この世界では最強兵器として扱われており、各国ともその入手に地道を挙げている。伝承によれば、かつては自らの意志で動き、その息吹で天地を迷動させ、巨大な力で幾千もの軍勢を退けたという。しかし、その力を恐れた神によって魂を奪われ、今では人が乗らなければ動かない武具の類になってしまったという。 技術の出現や聖国籍の品質低下のため、現在作られるミサオ兵は、古代の遺物の劣化複製品がほとんどを占め、一部の例外を除き古代からの英知を残す東方の聖国協会と聖方の講師会の二つの組織でしか、ミサオ兵は制作されていない。機種で大別すると、一般的な人が倒した、資料機、簡易版というべき、銃兵器、 呪術増幅機能に特化した呪いミサオ兵の3種に分類される。その他格付けとしては、重兵器に分類されるが、隠密行動に使用される、陰陽器や矢を連射できる、土球兵など目的に特化した機体が登場している。また、戦士文明によって製造されたミサオ兵は、コミサオ兵、ヒミサオ兵と呼ばれ、現在のミサオ兵の性能を上回る機体も多い。 中には非常に強力で呪いミサオ兵と狩猟機の区別がないものや既存の分類のいずれにも当てはまらない特殊な機能を持つものも存在する。ミサオ兵が動く仕組みは正確にははっきりしていない。心肺器や筋肉等が欠損していたり、肩や膝といった可動機構が損壊していたり、極めつけには操手抜きでも動作する場合が稀に見られる。ただ、 仮面あるいはそれに類する機体専用の聖国が装着されていなければ決して動作しないことだけは確認されている。両者の最大の違いは、ミサオ兵の魂と呼ぶべき仮面の質とそれに応じた機体の生産法並びに納品までの時間である。一般に、東方製の仮面の方が強い聖国力を放つ。さらに機体を組み上げるにあたり、 スカラダネと呼ばれる樹物を仮面に寄生させて成長させ、これを基本構造物として各種部品を据え付ける。そのため、東方製の機体の方が樹敵防護が強く、機体の製造法もあって、遺跡や生育を含めた樹敵空間において性能が向上するという特徴も備えている。ただし、スカラダネを育てるには、時間を要するため、製造期間が数年。 ものによっては十数年かかることもある。もとより定型を持たない基本構造物に合わせて谷屋氏が関と経験に基づき組み立てていくことから機体全体の出来は西方に比べると武骨で荒くなる。これを補うため、西国境界制の資料機は全般的にがっしりしたスタイルの機体が多い。装甲は鉄板を綴ったもので、基本的に盾を持たない代わりに厚めの装甲になっている。 正方形に比べて、作りが雑で故障しがちとも言われるが、基本構造物の金銭的製造コストが少なく済むことに加えて大元である、正国協会が協議として、暴利を得ることを否定していることから、正方形に比べて安価となっている。東方では、機体の特定の特徴を、さながら生物のように分類し、種というくくりで区分している。乗り降りは、背中側のハッチから行う。 正方性の仮面から放たれる正国力は東方性に比べて劣るため、機体の構造を工夫することで正国力の伝導性を高め、東方性と同等の出力に至らしめている。この副産物として、正方では原型機と呼ばれる88種の設計図を揃え、注文に合わせて外部装甲や装備を取り付けるミサオ平生産法を確立するに至った。 組み立て法が基本的に88種と固定されており、さらに括弧の手順を洗練させていった結果、機体の出来は製品と呼ぶべき聖地で整然としたものに仕上がっている。製造機械も1年未満から数年と当方に比べて大幅に短縮されている。高主改正の狩猟機は薄く打ち伸ばした鉄板の走行で全般に細身のものが多い。 動きも滑らかで故障も少ない高級機とされるが、精密な反面キャシャで組み打ちは苦手とする。原型機が共通となることもあり得ることから、製法では、重ミサオ兵、中ミサオ兵、軽ミサオ兵のように主に機体の体格により機種を区分するようになった。乗り降りのためのハッチは胸側につく。こうした理由から、東西のミサオ兵は、 完全に別系統の機体となっており、血液にすら互換性がない。また、東方のミサオ兵は、性能の安定性の面では、正方性にやや劣るがより生物に近いため、戦いの中でごくわずかだが成長していくとされている。中原では、東西両陣営からの輸入に頼るため、ミサオ兵は、かなり貴重な存在である。価格が安いため中原でも運用されている機体は、 東方性が多い。中原の剣術は、西方同様に片手剣と盾を持つものが主流らしく、東方性の機体でも盾を装備するなど、西方風の外観、装備に改造されてい,い機体も多い。また、乾燥地帯が多いため、大型の防塵フィルターを装着している機体もある。東方諸国と直接対峙している、新国には、講師会が肩入れしており、中原では珍しく新の三沢平 ほとんどが正方形である。両者は敵対的関係にあるが、正方の模倣から東方が重兵器を制作したり、東方の模倣から正方が陰陽器を制作するなど、互いに影響を与え合っているのは事実である。しかし、一から呪いミサオ兵を作成する技術は、正方では出現して久しい。人代の太古から存在する八期のミサオ兵。 神の美しみとも言える存在であり、厳密には、ミサオ兵とは似て、非なるものである。より正確に言えば、八の聖国こそが、真のミサオ兵であり、現在のミサオ兵は、そのデッコピーに過ぎない。八期は四期ずつ、白と黒の陣営に分かれており、それぞれ王、女王、騎士、僧侶の四つの位がある。それぞれが、人代の太古の巨神族や、 流族など、超絶的な力を持った種族の勇士を信、正国に正国化し、機械仕掛けの体を与えた存在である。筋肉頭や心肺器で構成され仮面で制御される、機体は、ミサオ兵とほぼ同じ構成であり、選ばれし、ものと呼ばれる装置を必要とするのもミサオ兵と同じだが、装置は次元の狭間からエネルギーを取り出すための部品でしかなく。 やがては機体に取り込まれ長持ちするように、保守されながら、刺激される運命が待っている。自意識を物質化した真、聖国がその本体と言える存在であり、自ら思考し行動する。ま、聖国は、力の根源であり、不滅の存在である。仮面を砕かれようが機体を焼き尽くされようが、やがては真、聖国の力で再生してしまう。つまり、滅ぼすことはできず。 かろうじて、封じることしかできない。ミサオ兵としての、八の帝国の力は別格であり、ミサオ兵の王と言える力を持っている。完全覚醒状態ならば一万人の意識を同時に、操作し、数百リーの範囲のミサオ兵から力を吸収して、行動不能に陥れ、一般のミサオ兵ならば一にラミするだけで仮面が外れ、待機状態に戻ってしまう。 決意も行わず強力な障壁を張り、すでで重装甲の主猟機の装甲を紙のごとく切り裂く。機体の種別はほぼ万能というべきもので、物理法則をも改ざんし、最高海底の連邦の栄称と、機械的な限界を超えた超高軌道の物理戦闘とを並行して行う。実態としては、機械仕掛けの神と呼ぶのが最も適切である。 蜂の聖国は、およそ千年周期で目覚め、相手陣営と戦いを続けている。不滅の神、聖国に宿る意志は、不滅の体を得て、同じく不滅の敵と果てしない戦いを続けてきたのだ。しかし、器は不滅でも意志そのものは不滅ではなかった。あまりに、長い年月の間に意志が変質してしまったのである。結果、自己の生存と敵対する。 八の帝国を打つことを第一とするようになっており、過去いくつもの文明を巻き添えとして滅ぼしてきた。白が秩序、善、黒が混沌、悪といった善悪論で語れうるものではなく、言うなればどちらも人類にとっては脅威、最悪であることに変わりはない。彼らの戦いには、白、黒ともに同時に覚醒して良いのは、それぞれ一気のみ。 互いの拠点を直接攻撃してはならない等の役場が課せられているが、それが誰によって定められたものかは、封印者たる歴代のリムリアすら知らない。なお、現在のバシュマールとハイダルの戦いの前には、約500年前に、西方で白き女王と黒き女王が、女王戦争と呼ばれる戦いを起こし、大参加を招いた。人の手により作られた最初のミサをヘイトされる。 八聖者たちの蒸気であり、製造は一万年以上前に遡る。作中では、原始帝国教会が所有していた三千年前、二千五百年前、白き王の帝国の時代に作られたと、時代が混同された言及がなされており、またさらに時代を遡る古代文明や宗兵が存在しているため、混乱に拍車をかけている。それぞれ竜、虎、大鳥、 狼の四世獣と八門の属性を与えられている。形態としては、狩猟機型、呪いミサオ兵型、ハイブリッド型に分けられているが、得て、増えての意味合い程度の分類であり、いずれも、狩猟機と呪いミサオ兵の能力を兼ね備え、限定的ながら、自己修復能力を持つなど、現代のミサオ兵をはるかに超越した性能を持っている。 自己修復の停止したアルタシャールは、講師会が技術の域を尽くして修復したが、仮面の自己チェックでは、半分の力しか発揮できないと判定しており、隔絶した技術レベルで制作されたことが伺われる。基本的に、八聖者の転生者である、特定の宗主にしか動かすことができない。また、仮面に宿る人格は、一般のミサオ兵とは比べ物にならないほど、強力であり、 転生者であっても自身が認めた総主でなければ受け入れない。アヌダーラは起動させようとしたがるんに強烈な苦痛を浴びせ、アルタシャールは適格者でない者が乗り込むと死に至らしめるほどだった。記録に登場したのは約1500年前となる東方歴1088年で、聖国協会によるワースラン建国を脅威と見た東方北部の国家が連合してワースランを攻撃した際に、 時の法王の祈りに応えて出現したとされている。この際は宗主を強制的に宗主宗に転移させて起動し、八騎のみで万を超える行為軍をしばたたく間に撃退したが、宗主のうち生き残ったのは2名のみで戦闘後残りの6名は死亡していたとされる。この時の記憶は京都の守護としてワースランの八つの門に刻まれている。また、西方では、 ペガンズや柱神の原型となったとも伝わる。覚醒すれば、世界を滅ぼしかねない、八の聖国に人間が対抗するための存在であり、八期、揃えば聖国力そのものを無効化でき、八の聖国であっても封ずることが可能であるという。実際作中では、アシュギニー・アルタシャール・タイクーン・クベイラの四機によりバルダ、カーンの動きが封じられた上、殲滅後は、 再封印が施された。東方語では、ダートリュードイムダート西方語では、ゲラール、マーガデゲラールと呼ばれる。名は打ち取った、敵ミサオ兵の仮面を取る監修から、武装した人間の姿を模し、近接戦闘を主体とする、最もミサオ兵らしい、ミサオ兵。機体は、強度、パワー、反応速度を重点に制作されている。仮面の格も高く、 公主会の統計によれば、起動に成功するのが10人中3人、内基本で王様でこなせるのは1人のみであるという。操縦するには、素質と強い意志と技術が必要であるが、高性能の機体を乗りこなせば、祈祷法などの特殊な技も含めミサオ種の剣技をそのまま再演できる。聖国騎士団のミサオ平成国騎士団は虎、竜、鳳凰、 狼の四聖獣の名を冠した四つの騎士団に代別され、それぞれ北南東西の地域を管轄としている。各騎士団はさらに白赤帝国の色別に騎士団を編成しており、合計十六の騎士団で構成されている。個人所有のミサオ兵に乗る騎士もいるが、正式騎として四聖獣の姿を模した、ラーフ、ラグ、ティン、ウォルンのミサオ兵が配備されている。 特別な能力を持つものではないが、一般に供給されるミサオ兵とは、別格の作りとされている。シーカ種ミサオ兵東方西部域非キア国の守護、神的な存在。配備されていた、コミサオ兵のシーカ原種ミサオ兵は、数百年前にすべて寿命が尽きたため、聖国教会ミサオ兵タニア称号が特徴を引き継いだ機体を新たに量産し、 ヒゼキア国の実に譲渡されていた。シーカはヒゼキアでは狼の意である。左肩の三日月状の盾が特徴。ヒゼキア滅亡と共に生産は打ち切られたため現存の新生シーカ種は少なく、ほとんどは装甲を回収して偽せただけのレプリカである。正方向主改正機構ミサオヘイその他の狩猟祈祷法語ではダーサ、正方語ではベルダと呼ばれる。 連邦子専用のミサオ兵。正方向司会では製造できず、正国境界制のみである。その境会でさえも、後遺術者の要望に応えられるだけの性能の、呪いミサオ兵は製造できず、発掘された、古ミサオ兵を修理したり、古代の仮面に期待を与えることで賄っている。汎用機は存在せず属する門の連邦専用で、機体名の最初に、門の名を冠している。 機体は、連邦の発動に必要な決意を素早く正確、行うために、特に指先が精密に作られているが、近接戦闘に耐えられる強度は持たないとされる。中には、連邦により、機体強度を上げたり、陰天の他に戦闘用の腕を持つなどして、対応している機体もある。機体全体が、門の象徴を模していたり、腕を何本も持つなど、奇怪な姿の機体が多い。 総主相には、景気類は、全くなく、ミサオヘイ用と体になっている仮面で操る。聖火八門の呪いミサオヘイその他の呪いミサオヘイ、本格的死ミサオヘイには及ばないものの連邦、増幅能力を持つ機体のこと。東方語で、デダサ、西方語では、ボーパルと呼ばれる。ワースブレードに登場する疑似種ミサオヘイは、 使い捨ての連邦発動用仮面を取り付けた銃兵器だったが、本作に登場するシャルバーン系列のミサオ兵は、狩猟機に転移能力を付加した機体である。また、工述する陰陽機もささやかであるが、連邦増幅能力を持つ技似種ミサオ兵的設定である。東方語ではペナン、リュードイムペナン、西方語ではゾルダと呼ばれる。銃兵器は、 正方向視界が生み出した機種で、主猟機に付き従うものとして作られたことが、何の由来となっている。主猟機に比べると機構が、簡略化されており、全体的に作りが粗雑である。製法では、均質な兵力を、多数揃え、面で圧倒する戦法を重視していることから、重兵器の開発に熱心であり、性能や、運用法も東方に比べて進歩しているという。 東方側に本来このような機種を作ろうという発想がなく200年ほど前の西方との戦いで大量にミサオ兵が必要となり公主改正の銃兵器を模倣して東方でも作られるようになった。現在はアハーン大陸全体に普及し近年では銃兵器独特の発展を遂げた機種も誕生し戦場で効果的な戦いもする様になった。最大の特徴は その機体のほとんどが頭を持たず低俗な仮面を胸部に装備している点で、騎士からは首なしと別称されることもある。武器も実用本位のながら武器が主流である。戦闘力は主量機の1、3程度とされるが、価格は主量機の1、5から1、10であり、コストパフォーマンスに優れている。また、仮面の角が低く反応が鈍いことは、 逆に操縦が簡単であることにつながり、講師会の統計では10人中8人が起動に成功するとされている。このことは、操縦の数を揃えやすいことを意味する。機体、仮面ともに生産性が高いこともあり、奇数で言えば、狩猟機より、はるかに出回っている。暗殺や特殊任務に特化し集団戦も視野に入れた、患者専用の重兵器。 連邦師団配下の部隊が使用するため、定位ながら、連邦増幅能力を付与されている。遠距離攻撃を目的に作られた、後方支援用重兵器。両の方に、連射弓を装備し、遥か彼方の敵を攻撃して、自軍の不評、騎馬、三沢兵の進行を援護する。航空から降り注ぐ、矢の威力は凄まじく、狩猟機の装甲も紙のようにたやすく貫通させる。 攻撃力を持つが矢を打ち尽くした後は人の手で再装填しなければならず、接近戦も苦手とするため、運用にはそれなりのノウハウが必要な機体。第一部にあたる。アハーン中原を舞台にしており、中央アジア風の世界観を持つロボットファンタジーという他に類を見ない特徴がある。イラストは畑池博之。第二部にあたる。アハーン東方が舞台。 魔導が滑る宗教国家という設定で、生徒編に比べてオカルト色が強まり、またストーリーに陰謀作術の要素が高まった。イラストは畑池博之と神宮寺一、第三部にあたる。千キロマンの要素が高まり、主人公のフェンだけでなく、サブキャラクターにも焦点が当たっている。イラストは神宮寺一、概要でも述べた通り、当初は文法二冊で、 完結の予定であったものが大幅に膨らんだことから後付けの設定やエピソードが多い。そのラマ文庫で出た各シリーズの矛盾点の解消や後付け設定を物語初期に反映させるといった大幅改定のもとに新書サイズで合本した改定版。イラストレーターは草薙拓仁と竹場慎吾。最終章にあたる。物語は完全版から続いているため、 そのラマ文庫版とは設定の違いが多くある。イラストレーターは草薙拓人氏。紙樹編の続巻は文庫版での刊行となり、それに合わせて一も文庫版で再刊行された。一は、再刊行にあたり一部開行されている。聖国1092以外のワースプロジェクトに関係する製品については関連項目を参照。聖国1九十二の世界観を原作とした。 コンピュータ RPG。ミサオ兵の仮面に64個の聖国籍を自由に配置するシステムが特徴的。この配置の仕方によりミサオ兵の能力が変化する。限定版にはミサオ兵の仮面を模した模型が付属していた。世界観の評価は高いが難解すぎる聖国籍のシステムによりプレイヤーの能力値が全く安定せず、結果として ほとんどのプレイヤーのプレイ意欲をそいでしまったことから、RPG としての完成度は低いとされる。帝国戦9 2の世界観を原作としたもので、いずれも前半はゲームブック、後半はテーブルトーク RPG のリプレイ並びにルールブックという構成になっている。ワースブレードとは全く異なるシステム。いずれもソノラマ文庫で発売された。作者は、 松本富幸と、振動者、ワースプロジェクトの連名。西風の放浪者 ISBN4 から257から 76600X 荒野の探索者 ISBN4 から257766018オリジナルストーリーのカセットブック。後に、同内容のものが、ドラマ CD としても発売された。外伝1と書かれているがこれ1本しか出ていない。また、 小説版の外伝とは無関係。物語も小説の本筋とは直接的な関係のない文字通りの外伝になっている。主人公、フェン役は矢岡月、本作オリジナルのヒロイン役は松井直子、ナレーターは石丸博也が演じた。外装ケースにビデオテープの箱を使用しており、ケースのカバーイラストがセルガ調で描かれている。 ありがとうございます。